はい、皆さんおはようございます。メンタルエステスクール代表の斉藤幸代です。8月28日今日の開運メッセージです。今日のメッセージは環境です。まあ、環境って言われてもう長い年月が経ってます。環境問題、あなたは何か自分の身の回りのことで何かやってらっしゃいますか？例えばその辺にあるゴミを拾うとか、そんなことでもいいし、あまりこうね流さないようにする、家庭から出るものを気をつけるとか、そんなことでも良いのです。塵も積もれば山となります。さあ今日は環境という部分に意識を向けてみましょう。それではまた。